はいじゃあ始まりました「ハイチのダラダラジオ」第79回でございます。で今回ねテーマが「100点の日」と「30点の日」っていう謎のテーマですねこれだけ見るとね。であと「だから面白い」そして「楽しい春休みを」と、まあ、そんな感じでダラダラ喋っていこうかと思います。でこのテーマ見た時にもしかしたらねあれ 思う人ももいいるかもしれないですねあの特に俺のツイッターを見ていただいたりとか、まあ、フォロー、ね、していただいてる方なんかは見覚えがあるかもしれないんですけど似たようなねちょっとフレーズをこの前ツイッターでツイートしたんですよ。はいまあ、それ絡みでもあるんですがまあ今日3月の22ですよね。でも中3生は春休みあれ小学生も卒業式終わってるかなもん。で多分来週いっぱいで学校が終わって。 で春休みあの卒業生じゃない子子ははね進級する子たちはなのかななのでもう、ね、今やってる言ってるこの学年が終わりだとで終わって進級してまた学年が1個上がっていくわけですよまあもちろんねあの進学した方は学校が変わりますけど中学校になったり高校になったり大学生になったりとかもね、まあ、変わっていくわけなんですがあのー、まあこれからね新しい門出というかスタートにもなっていくのでまあその中でこの話をしたらなしたいなと思って今回ねこのテーマで喋らせてもらいます。 で、何かっていうと、まあ、ざっくり先にね、結論から言っちゃうと、毎日100点満点なんて無理なんだよっていう話なんです。言いたいことは。あの、今まで、まあ、この活動してるおかげもあってね、たくさんのこと、まあ、話というか、直接は話してないよ。メールのやり取りとか、そのコメントのやり取りだけですけど、まあ、たくさんのことを接することができて、で、いろんな考え、いろんな悩みを聞いてきました。で、その中で、まあ、結構ありがちなのがね、 自分がダメだっていうふうに思ってしまう。まあ俺も思うよ。俺もよく思うけどね。で、例えば、周りの子が勉強しているのに自分はできないと、ね。集中力が続かないと。やっても伸びないって。どん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 負のスパイラル。負のね、連鎖に落ちていって、気持ちが落ちていってしまうんだよね。で、気持ちが落ちるとやる気もなくなるからさ。で、どん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 なんかダメな方向になっていくと。 でまあ、そんな悩みをいろんなことをねいろんなこと聞いてきた中でと中で、まあ、振り返ると思うわけだよ。でやっぱり自分にも当てはまるけど毎日100点って無理だよ例えば今日一日終わった時に「今日すげえいい日だった」ってあるんだよたまに「やべえ」と「今日は神がかってる」みたいな日がたまにある確かにでも毎日それがあるかってないじゃんそう。 きっとそれわかんないよ。個人個人で得点の付け方はわからないし、別に得点付ける必要はないんだけど。ないけど、おそらく毎日毎日60点70点っていう、そこそこ良かったな、みたいな感じの日が続くのがいいこと思うんだよ、それで。そう。でも、やっぱり100点の日もある。でも、逆ともあって、で、よく、まあ、おそらくその子たちが思うには、きっと、もう私、もう0点だよ、みたいな。そう、全部ダメ、みたいな感じで言う子って多いんだよ。 本当に多い。全部ダメっていう表現をする子。そう。私にいいとこなんかないんで、みたいなね。でもね、それは違うと思うんだよね。実は今回ね、100点の日と0点の日でタイトルにしようと思ったの、最初。でもね、よく考えたら、0点の日なんて絶対ないんだよね。うん。絶対ない。何かしらプラスの部分はあるから、それが1点だろうが2点だろうが、もしかしたらね、すごい低い得点かもしれない。つけた時に。でも0点と1点の差って大きいから、人生においては。 点でで全部ダメでしょ、そうしたら1個も当たってね1個も丸がつかねえってでももしかしたらもうダメダメな日本当にグダグダで何もしてないしもうずっとゴロゴロしててもう,何も,もうダメだみたいな感じだとしてもでももしかしたら何か1個頑張ったことがあるかもしれないすげえちっちゃなことでもね例えば外ちょっと歩いた時に近所のおじさんと挨拶をしたってそれだけでも十分いいことじゃんかそんなちっちゃなことでもプラスだと思うわけだよ あ,あ、0点の日ってねえなと思ってで、今回それで30点。まあ赤点ぐらいっていう感じだよね。高校生で行った時に。まあそんな感じで今回タイトルをつけたんですけど。なので今回伝えたかったのは、これからみんなが進級して、新しい、まあね、新しい学校、新しいクラス、まあわかんないよ。でも新しい環境に変わる。みんながね。で、変わっていく中で、新しい環境で過ごすと、やっぱりスタートだから1個の。うまくいかない子も出てくる。スタート時点で。つまずく子はね。で、その時に、 一回つまずくともう人生終わりだみたいな感じで思ってしまう子もいるんだけどでもそうじゃないだって俺30年生きてきてつまずきだらけだよ本当に何回つまずいてきたか人生ででもこうやって今歩いてるそれは例えばその1点2点の日があったとしても絶対また高得点取れる日が来るってそのために頑張ろうってねで明日頑張ろうっつって明日頑張ったんだけどやっぱ明日もダメだったみたいなふうになるんだよねけど 2日連続ダメだったからってその後一生ずっと0点でてやれない ?1 点2点かってそんなことないじゃんそう人生何があるか分かんないからねなので多分自分が振り返った時にいやいや本当心折れそうになったことも多々あるけどでも心折れずにまあいろんな方に支えられてきたからね支えられながらで絶対また高得点取れるよが来るってだから1個ずつできること頑張ろうっていきなり1点2点だった時が翌日100点ってなかなか難しいそれは けどよしってまず明日10点で乗せようみたいな20点乗せよう30点乗せようってやっていってで1か月後にはやべよし平均80点の日々だぜみたいな感じになれるんだよそうだからこれからねみんなが歩んでいく中でそうつまずいたりとかうまくいかない時が来たとしてもグッとこらえていや踏ん張ったら絶対にいいこと起きるってねそのいい得点が出る日ね素晴らしい日がまたやってくるって。 信じて歩んでいってほしいなと思ってね今回そんな話をしようと思ってねタイトルそのテーマで喋らせてもらってますそうなんかまあちょうど3月でもう終わりになるんで、まあ、受験ですね受験も終わったからさみんなが終わったのもあってちょっと一息を入れてるわけだよただあの勉強サプリの仕事があるから全然一息は入れてねえんだけどでも ちょっっとと振り返ろうと思って、今までもらった相談とか「ダーダラジオ」もね相談に答えてる時もいっぱいあったからさその辺も振り返った時にああそうかこんな悩みあったなとかあこんな風に答えてたなみたいなのを感じつつで振り返って思ったことなんだよね今回はそうだって俺だって <laughs> 俺だってグダグダの日たくさんあるからねそうなので大切なのはやっぱり信じることだしその いい得点が取れる日いいことが起きる日が来るっていうことをねそう信じることが大事なので、まあ、そういう風にもしね今後多分今は開放感に包まれる時だからねあの進級する子も進学する子もねなので結構ポジティブな気持ちでいられるもちろん高校進学とかになると全然知らない子がね多くなるからその不安もあるとは思うんだけどねでも、まあ、結構希望に満ちあふれてるというかゆったりできる時期だからね気持ちに余裕があるんだけど 実際新し,、ね、新しい学校新しいクラスが始まった時にやっぱりいっぱいいっぱいになってしまう時が来るでいっぱいいっぱいになってる時に限って嫌なことが起きたりするんだよねそう。だからそうなってしまうかもしれないけどそんな時にちょっとああそうだなってグッとこらえようってこらえたらいいことあるんじゃねえかなってふうに思って歩んでもらえたらなと思っておりますはいであのー、そのだから面白いっていうのはだから人生面白いのかなと思ってて 100点も30点も1点も2点も3点もあるからさ人生ってもし毎日が100点だったらそれはそれでつまんないのかなとちょっと思ってるんだよね分かんないやそれはそれで素晴らしいのかもしれないけど俺は自分に100点をなかなかつけられないのであんまり自己,自己肯定感というか自分を認める気持ちが昔からあんま強くないそう持つようにしてるけどねそう大事なことだと気づいたからそうこの活動を始めて特に 気づいたから自分のことを認めてあげようと思っていろんなことを習慣でやってるんだけどでもなかなかやっぱそれでもうまくないもともと持ってる性質とか性格があるからねけどこうまあ100点があってでも30点があってってそういう浮き沈みがあってっていうねあるからまあ人生面白いのかなってちょっと思っておりますはい <laughs> であともう一個はその楽しい春休みをっていうのはまあ春休みって個人的な意見ですけど 短いんだよね。短いけどさ、夏休みとかに比べると短いんだけど、一番気持ちで余裕が持てる時なのかなと、ちょっと思っていてですね。そう。なので、あの、いい意味で楽しい春休みを過ごしてください。で、個人的に思ってる楽しいっていうのは、やっぱりメリハリがある生活です。あの、本当に楽しいっていう、その遊びの方だけ、遊び120%で過ごす日々っていうのは、実は振り返った時に虚しさが覚えたりします。 そう振り返った時に遊びもあってちょっ,とちょっと嫌な勉強もあってとかであとはなんか違うことで頑張ったこともあってっていろんなことを目に貼り付けて過ごした日々が振り返った時にあー楽しかったなって頑張ったなってよっしゃ頑張ろうっていう次のステップ次に頑張るエネルギーにつながるのかなと思っておりますのでまあそれはねみんなそれぞれあると思うんですがみんなにとって楽しい春休みを是非過ごしてくださいでは 今回は、ハイチのダラダラジオ第79回テーマ100点の日と30点の日で喋らせていただきました。えー、今回もね、ここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回27なんだよね。で、多分次回あたりに、どうだろうな、卒業記念動画を作り終わってれば、まあその辺アップするとは思うんですけど、あダラダラジオの代わりにね、まあ、もしアップあの作り終わってなければ、 ま、何かのテーマで喋ろうと思いますので、またそっちの方もね、ぜひ聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。